カルロス・アウグスト・ソアレス・ダ・コスタ・ファリア・カルバラルは、ポルトガル・ブラガ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。1983年に、地元の SC ・ブラガで、プロデビュー。以降、プリメーラリーガの数々のチームでプレー。1989から90シーズンは、FC ・ポルトでプレーしたものの、1試合の出場で、終了。ブラガやジーリー・シャベス。 SCSP 女などで主力として活躍し、1999年に引退した。1998から1999シーズン、途中から SCSP 女で監督業を開始、レーション s SC を率いていた2001から02シーズンには当時サン部リーグに属していたチームを達成でポルトガルで決勝戦まで導き、2002から03シーズンの UEFA カップ出場権をもたらした。2009から10シーズンには、スポルティング CP の監督を務めたものの、リーグ4位に終わり、1シーズンで退任。2011年8月、トルコの強豪ベシクタシュ JK の監督に就任するも、全2010から11シーズンの八百町騒動に巻き込まれるなど、不遇を囲い、シーズン途中で解任された。2015年7月、 イングランドフットボールリーグチャンピオンシップのシェフィールドウェンズデー FC の監督に就任。2015から16シーズンは毎シーズン13位で終わったチームを6位まで引き上げ、さらに翌2016から17シーズンは4位で終え、プレミアリーグ昇格プレイオフ戦に導くも、1回戦でハダーズフィールドタウン FC に PK 戦の末に敗れ、プレミアリーグに導くことはできなかった。 2017から18シーズンは注意で苦しみ、2017年12月24日に、シェフィールドウェンズで FC の監督を辞任。しかしその4日後の同月28日に、プレミアリーグの会に苦しむスボンジーシティ AFC の監督に電撃就任。初再配となった31日のワートフォード FC 戦で、同じポルトガル人監督のマルコシューバ監督との 対決を2から1で制し、勝利をもたらした。2020年7月28日、14年ぶりに SC ブラガの監督に復帰した。ありがとうございます。